失礼します。おこんにちは。うわすごい。うわそうなんです。ここ衣装部屋ですね。衣装部屋です。衣装部屋大きい、かなり大きい感じが。うそうですね、他のライフに比べてもだいぶ大きい、大きいですね。思います。じゃあここでヘアメイクをやって。そうです。で、わでも着物が多いですね。そうね、何歳から七五三撮影が全部できるような感じですか？そうですね、一応3歳さんも男女うち両方兼用をさせてもらって、はいはい、皮膚3歳の男の子の皮膚もちょっと珍しいんですけどあるので すごい3歳から5、7、10、13参りまでいきます。おちょっと長めの。じゃハーフ成人式の？あ、いけます、いけます。いけるんハーフ成人、いけます。じゃあそれに合ったこの小物もかなりいっぱいありますね。そうですね、ここにあるのと、あとちょっと大人用のね、うん、こっちにあの出してない。あ、大人用もあるんですか。あります。お、はい、薬中も多い。すごい。やっぱり お客様の要望はいろいろありますよね。いろいろありますね。フォーマルが良かったり、ドレスが、うん、ドレス着たかったり、でもうちはもうカジュアルがいいんですって人もいたり、うん、はいはい。だからご自分でお客さん持ってくる場合もあるけど、うん、ここでほとんど無料で借りることができるんですね。あ、できます、できます、全部、うん、あの洋服の方は無料で、うん、ただ着物の方は着付けとかがあるので、はいはい、着付け代とヘアメイク代は別に頂戴するようになります、はいはい。わあすごい。わあこれは喜ぶな。喜びますね。特にあのメガネしたことない子がメガネをするとめちゃめちゃ喜びます、なるほど。いや素敵、ここまで広い衣装部屋があると助かりますね。そうですね。お客様、お母さんは特に多分この空間を多分好きだと思いますね。素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも。わあ、また映画に行きましょうか。はい、正邦さん、はい、次の予知会撮っての写真集大はやっぱりこの映画、はい、うん、もう人たちの、自分だけのいろんな情熱とかこれ表現するこの映画がいいんだと思いますけど、うんうん、これをお客様に説明するための何か資料ってありますか？あ、はい、あそう、実はあの、はい、やっぱ映画をコンセプトにした四つ街道なんですけれども、はい、それのインテリアと衣装ですね、はい、あ、はいはい、に合わせたこのコンセプトブックっていうのを作ってみましたね。素晴らしい。じゃーん、これを多分見ることによって、はいはい、あのお客様もあ、四つ街道の映画の写真ってこういう風に撮るんだなっていう具体的なイメージがやっぱり作れるん で、このリ、はい、リトルウーマン、はい、ストーリーオブマイライフを表現するったらどんな感じになるのか。そうです、そうです。これがもう四つ街道の核心ですね、はい、映画のような写真館。そっか、スーツ？そうです。はい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 。あ、私英語喋れません。テクサム。すいません。さっきから見てたんですけど、どういう会議なんですか今？あ、今日あの四つ街道展が映画をコンセプトに写真を撮ってるんですけれども、それを今後どういうふうにお客様にもこう見てもらって撮影で適用できるのかなっていう会議を今していました。これはもう毎日こういう会議ですか、もしくは毎週定期的に？そうですね、映画なんですけどどんどん続いて次は、はい、違うシリーズの映画をまた同じようにこう作っていくような感じですね、はい、このコンセプトで。これが月別ですか、このテーマって？ずっとずっと、はい、そうですね。でも蓄積してこの次の映画も、うん、やるし、もうどんどんどん増えてる、増えるつもりです、はい、ありがとうございます。じゃあ帰ります。ちょいちょい、バイバイ。いや、なんか二人の関係がね、すごく良くて、ずっと隣で見てましたからね。見てます。ちょっと心配そうな感じで。この二人で大丈夫かな。大丈夫かな、この二人で。着地できるかな。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。ライブスタジオ四つ街道のパク・ジュンジュンです。6월달에여기오픈했고요컨셉은영화로했습니다영화로한이유는여러분들이좀더자신들을표현할수있는공간으로이곳을만들고싶은데무엇이있을까생각하다가
연극 여러 가지 고민하다 역시 영화 영화가 있으면 여러분들과 뭐 좀 더 네 좀 더 친밀하게 다가설 수 있을 거라고 생각해서 네 영화라는 컨셉으로 시작하게 됐습니다. 제가 좋아하는 영화들은 약간 멜로 영화처럼 해야 되나? 사람들의 감정을 움직이는 영화를 좋아해서요. 그 감정을 움직일 수 있는 영화 중에 무엇이 있을까? 그걸 어떻게 표현할 수 있을까? 뭐 사람들이 갖고 있는 뭐 기쁨, 슬픔, 뭐 여러 가지 뭐 지금 제가 떨고 있는데 여러 가지 이런 긴장감부터 이런 여러 가지들을 자연스럽게 표현할 수 있는 그런 공간을 만들고 그런 공간 안에서 사람들이 그 마음을 이렇게 끌어낼 수 있는 그런 하나의 장치로서 네, 영화를 사용하면 좋을 것 같아서 아까 왕카이 감독의 영화에 대해서 잠깐 얘기했었는데 네, 저의 지금 부인과 만나게 해준 것도 왕카이 영화였어요. 그 영화 비디오를 서로 빌려주면서 서로의 사랑을 만들어가기도 했었는데 그런 스토리들이 아마 모두 있을 거라고 생각합니다. 그런 것들을 서로 공유하면서 만들어갈 수 있는 공간으로 하고 싶어서 이 공간도 만들었고 저도 네, 그 영화들을 계속 추억하고 싶어요. 네, 8월의 크리스마스라는 영화가 있는데요. 아마 일본에서도 영화로 만들어진 걸로 알고 있고요. 근데 그 영화를 봤을 때 아까 말씀드렸다시피 제가 멜로 영화를 좋아하는데 사람들의 감정을 움직일 수 있는 그런 영화에서 여러 가지는 모르겠습니다. 그 영화를 보면서 뭔가 떨리는 감정, 뭔가 공감될 수 있는 감정을 느껴서 네, 지금도 잊을 수 없고 지금도 너무 좋아하는 영화입니다. 우리의 감정을 그대로 표현할 수 있는 모티브로서의 영화, 이것이 바로 여기서 표현됩니다. 영화의 주인공이 되십시오. 자, 요츠카이도서 만납시다. 나 떨고 있니? 뭐 이런 거. 오케이.